けこの手紙読んでいるあなたはどこで何をしているのだろう15の僕には誰にも話せない悩みの種があるのです未来の自分に宛てて書く手紙ならきっと素直に打ち明けられるだろう今負けそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は誰の言葉を信じ歩けばいいの一つしかないこの胸が何度もバラバラに割れて苦しい中で今を生きている今を生きている拝啓ありがとう十五のあなたに伝えたいことがあるのです自分とは何でどこへ向かうべきか問い続ければ見えてくるあれだ青春の海は厳しいけれど明日の岸辺と夢の船を進め今負けないで泣かないで消えてしまいそうな時は自分の声を信じ歩けばいいの大人の僕も傷ついて眠れない夜はあるけど苦くて甘い今を生きている今を生きている人生の全てに意味があるから願います。